今日は、双子の夏限定のポイント、双子島でダイビングだよ。夏だからって、メロンかき氷のシロップでも海に入れたのか？そんなもの入れるわけないだろう。単純に緑色の海だったんだ。それに濁りもあった。それは、あいにくだったね。せっかくのダイビングなのに。天気とか海峡とか、大自然には勝てないよ。こればっかりは仕方がない。うん、確かに、そうなんだけど、それにしてもアボカドの動画って、すっきりした海の時が少なくないか？何を言ってるんだ。言いがかりだよ。年に2、3回は、すっきりした海の時もあるよ。なんか、動揺してないか？ところで、1年で、何日ぐらいダイビングしてるんだ？そうだね。年間で100本ぐらいだから、30日から40日ぐらいかな。30日から40日潜ってて、2、3日しか、すっきりした海で潜ってないの？確率低すぎじゃない？それ、言っちゃうか？実は、気にしてるんだよね。気にしてたんだ。もちろん、天気や海峡を左右するような力はないから、偶然なんだけど、10% は低いな。悪いのは、海峡だけだよ。天気はいいことの方が多い気がする。このシーンは浅いところだけど、天気がいいから綺麗でしょ。そうか、海峡がいい時が少ないのか。海峡は難しいよな。午前中は良かったのに、午後から急に悪くなったりなんてこともあるし。そうなんだよね。今日も、期間限定ポイントなのにな。いい感じに紹介できないよ。これじゃあ、どこでも一緒でしょ。ってなっちゃうよね。けど、浅いところに金魚花貝とか、魚が群れているのはポイント高いよ。安全停止中も楽しめるよな。金魚花貝とかの、小さい魚以外にも、カンパチも浅いところを、ぐるぐる回ってて、楽しめたよ。こういう、定番のも楽しめたんだ。全体的に、そんなに深くなさそうだし、のんびりダイビングできるポイントみたいだね。そうだね。双子の一番人気のポイントは、40メーターぐらいの深さだからな。のんびりという感じじゃないよね。深いところに桜貝の群れがいたりするから、めちゃくちゃ楽しいんだけどな。双子といえば、一番人気の太めは外せないけど、タイミングが合えば、季節限定ポイントの双子島も潜ってみよう。って感じかな。双子は魚影も抜群に濃いし、運が良かったら、ハンマーヘッドの群れが出現したりと、ポテンシャルが高いイメージがあるな。そうだね。双子が人気のポイントなのもわかるよね。そろそろ、3分だな。そうだね、そろそろだね。そういうことで、ご視聴ありがとうございました。